ペドロ2世は、ブラジル帝国の第二代かつ、最後の皇帝。初代ブラジル皇帝ペドロ1世と、オーストリア皇帝フランツ1世の次女、マリア・レオポルディナ皇后の長男で、ポルトガル女王マリア2世の弟である、ブラジル本国では一般に、ドン・ペドロ2世と呼ぶ、12歳の頃のペドロ2世1825年12月2日、リオデジャネイロ生まれ。 1831年ブラジル皇帝ペドロ一世は、長女マリア二世にポルトガル王位を継承させるため、着難ペドロに上位し、本国に帰国した。罰子であったペドロ二世はこの時わずか5歳であったので、3人の摂政が任命されたが、うまくいかず、1834年に1年交代の摂政一人の体制に改められた。1840年に14歳で申請を始め、 ブラジル生まれの君主が誕生することとなった。1843年、両シチリア王国の王女テレサと結婚、王女イザベルらを設けた。ペドロ2世は、学問や芸術を愛好するリベラルな君主で、フリーメイソンの会員でもあり、憲法で国境と定められたカトリック教会を抑圧、新大陸で不可欠とされた、黒人奴隷制の廃止にも尽力した。しかし、この政策は、 王政の支柱たる教会と地主層の離反を招くことになる。リオデジャネイロの裏山がコーヒー栽培で荒れ果て町に水がなくなった時にコーヒー農園を奥地に栽が耕し、裏山の再植林を命じた。再植林事業は成功し、現在その地は地中化国立公園となり、世界最大の都市森林と呼ばれている、ブラジル最初の鉄道の施設を命じた。 ブラジルで最初に電話とタイプライターを使用した。また、20万のブラジル兵を動員した三国同盟戦争では、パラグアイの首都アスシオンを陥落させている。1876年には訪米したこともある。しかし糖尿病に侵された、ペドロを二世は、次第に統治能力を失った。外遊中に、国民に不人気であったが摂政を務めていた長女、イザベルが、奴隷解放令に署名したために、 地主の支持を完全に失い、戦争で力をつけた軍部のクーデターにより、1889年に、ペドロ2世は、敗位された。最初、ポルトガルに亡命するも、邪権にされ、1891年12月5日、亡命先のパリで亡くなっている。ペドロ2世は、ブラジルの近代化に尽力したが、それが元で有力者の支持を失い抵抗に遭うという、場面がしばしばあった。しかし、 訂正廃止以降は、ブラジル国民から尊敬されており、ブラジル史上最高の政治家とも呼ばれる。ペトロ2世が居住したリオ市内の旧公居は、現在ブラジル国立博物館となっている。また、ペトロポリスの夏宮殿は、帝国博物館となり、当時皇帝及びその家族が使用したものが、展示されている。1970年より発行されていた。 90クルゼーロ紙幣に肖像が使用されていた。高校テレサクリスティナデボルボシシリアとの間には2男、2女が生まれた。男子はいずれも養成したため、長女イザベルが課長及び名目上の皇帝位を継承した。ありがとうございます。